次の日、土方隊長は僕に話した通り別動隊を率いて新選組を離れた。新選組は大鳥なんとかって人が率いる本隊に組み込まれ、目的地までの本道を南下することに。まあ僕はただ市村先輩の後にくっついていればいいんだけど、本隊も別動隊も目的地は同じ。今や僕らの敵となった函館府の守りの要所、五光星の美しい城郭を持つ函館音訳所、通称五稜郭。敵襲、敵襲となれば、そう右手より鉄砲、そう来るよな。隊列を整えろ。包囲ができた者から前へ。先輩、どこ見てるんですか。そっち。おいこら、ちみすけ、ついてくな。死んじまうって教えたろ。大丈夫です、多分僕死なないので。ああ、指が、本当だ、三好さんの言っていた通り、傷つけるのは手や指ばかり。市村先輩は殺してない。なら死神、狙撃手は別にいる。まだ動きはないけれど、この雪原のどこかに。三好さん、市村先輩、おとなしく死ね。誰かがこちらに。あれは市村殿。ああ、君がやはり三好さん。何なんだ、一体どこか。死神、死神だ。これが死神。弾は全て一方向から飛んできている。あっちから。先輩、僕、撃たれてない。先輩。この時僕は悟った。この人の一体何を守るべきかを。安之助様。三好、三好。てめえの、てめえのせいだ、死神つき。てめえが、てめえが三好に近づいたりするから。野村さん。それに田村はどうした。田村、てめえが離れさえすれば、あんな、あんな小さなガキまで死ぬこと。生きてますよ。それに僕はガキじゃない。田村、どうして生きてんだよ。皆さん聞いてください。市村先輩は敵に囲まれ窮地に陥っていた三好さんを救うために近寄ったんです。その行動を取った時、まだ死神は現れていなかった。それに先輩は誰一人殺していません。近くで見たから確かです。死神が、何者かがあっちから狙撃を。何ですか先輩、そんなに触られるとくすぐったい。本当に撃たれてないのか。本当に生きてんだな、お前。先輩、生きてた、生きて。私は市村殿も被害者であると思っています。
わかるな、田村。おそらくこいつが死神の正体。だから死神は市村にそっくりなお前を撃ちたくはないはずだ。先輩は知ってるんですか、そのこと。そのはずだ。少なくとも死神の野郎が自分を守っているつもりでいることには気づいている。守っている。無論やつのお情けが絶対にもらえるという保証はね。だがとにかく一戦、一度きりでいい。市村の十尺以内で生き延びてくれ。そうすれば俺にすら閉じられたあいつの心をお前なら開かせることができるかもしれない。あの、これからも僕、市村先輩のそばにいますから。あ、でも戦闘中は僕に構わないでください。邪魔になりたくはないので。邪魔だよ、今でも十二分に邪魔だ。お前、空気読めよな。最年少のお前まで死なせちまったら俺は他の連中にどう思われる。それこそ隊員から外されて。大丈夫です、きっと僕死なないので。それに僕が先輩と一緒にいるのを見続けていれば、やがて誰も死神付きなんて呼ばなくなる。きっと安心するはずです。土方隊長も三好さんも。この人は殺し続けてきたんだ、自分の心を。他の人が殺されないために。だから僕がこの人の心を守ろう。ねえ先輩、聞かせてくれませんか。まだ新選組が京にいた頃の話。この戦争が始まって蝦夷に至るまでの話を。一体何があったんですか。先輩。そう落ち込むな。誰にでも語りたくない過去の一つや二つぐらいがあるもんだ。島田さん。市村のそばで使えるというのもなかなか大変だろう。もうほんと大変ですよ。そういうところも昔の市村に瓜二つだな。この人、市村先輩の過去を知ってるんだ。あの、その、似てるっていうのは。うん。土方さんにも言われたんです。市村先輩に似てるって。でも僕は未だによくわからなくて。まあ、今のあやつを見ても信じられんだろうな。だが昔といっても相当遠い話ではない。新選組がまだ京に屯所を構えていた頃、あの頃の市村にお主はよく似とる。詳しく知りたげだな。僕は市村先輩を信じたいと思っています。死神付きなんかじゃなくて、一人の侍としての市村先輩を信じて守りたい。そのためにも市村先輩のことを知りたいんです。直接教えてもらうべきなのは分かっています。でも今は難しいだろうな。よし、じゃあ少しだけ昔語りをしようか。あの頃はどこにいても市村の話を耳にしない日はなかった。